そうだよ。さて、今回は、グッドダグですか？はい。なんか、ローソンで、ジョブ中に出てました。っていうのでね。あれですね。多分、合格、不合格とかってやつだと思うんですけど、まあ、TBS つながりで、ドラゴン桜がね、第3話。まあ、メインチャンネルの方で、英作文添削してるので、実際、ドラマの中に出てきたやつね。まあ、そっち取り上げればいい。取れない、全然。まあ、そっちでね、取り上げてるから、まあ、こっちで取り上げなくてもとも思うんですが、まあ一応、感想を期待してた人もいるかと思います。いないか、そんな。一応あげようかと思います。見た目ほどって感じかな。不合格とか言ってたら怒られるか。パンが柔らかすぎないですか、これ、温めちゃうと。ちょっとそこが問題かなと思います。で、まあ、英作文に関するね、ツッコミはいろいろあったんですが、まあ、それ以外のね、ツッコミもしていこうかなと思います。今回、英語いっぱいだったんでね。次回はいよいよ数学出てくるんですよね、おそらく。で、そして、スタサプもいよいよ登場ですね。まあ、スタサプは出るの知ってたんで、これいろんな動画で言ってたやつですよ。まだ言えないって。それがこれ。まあ、ドラゴン桜系の企画を大々的にやろうと思った時に、スタサプがそのドラマに出てくるでダメですっていうのがあったんですよ、実は。あ、これ、ウィンナーはめちゃくちゃうまいですね。まあ、楽しみです。さあ、どっから突っ込みましょうか。難関大学の講座が、コースか、できるんですよね。東大専科に対抗して難関大学のコースを作るって言って、で、藤井っていう賢い生徒だけがそこにいて、まあ、そこを担当する担任の先生がね、三流大学っていう風にね、けなされてたんですよ。で、そこの大学名が平成教育大学って。もうさ、これさ、どう考えたって帝京平成大学でしょ、もじってるの。ファミリーマート大学とか言われたりさ、ちょっと帝京平成がかわいそうに思えた。まあ、ちょっと1個目のツッコミ。まあ、いいとこもね、いっぱいあったし、面白いところもいっぱいあるんだけど、ツッコんでいきたいなと思いますね。語源についてね、結構出てきたんで、ユナイトってやってましたよね。で、ユニは1であるとかってね。まあ、フランス語ならアン、スペイン語ならウノですけど、そこをやってたんで、それは面白かったんじゃないですか。ユナイトからね、まあ、いろいろユニティとかいっぱいありますからね。ユニバースとか、バースは方向ですけど、ユニバースは普遍的な一つだよとか、あるんですか。あ、ユニークを取り上げてましたね。あとね、そう、ユニーク。で、パーティーっていうのが出てきて、パーティーが正当なんだよって言って、中学生用のやってましたけど、中学生用に出てくるんだ、パーティー、正当って。よくわかんないですけど、で、なんでパーティー、みんなの集まるパーティーと同じなのって言って、パートは部分から来てるんだ。いいんじゃないですか。いい気づきだと思いますね。そう、ジーニアス弾いてて、語源調べてるのが面白かったですね。で、見てみたら、今の、そう、だからジーニアス、英和大辞典の方が語源っていろいろ調べられるって言ったじゃないですか。あ、わかんないか。どの動画で言ったのかな。メインチャンネルの動画なんですけど、ただまあ、ジーニアスの普通の英和辞典にも、原義とか結構載っててくれるので、これが元々の意味でそこからこう派生しましたみたいなのが結構載ってるので、で、ジーニアス英和大辞典になると同じ語源の仲間がたくさん出てくれるんですよね。そういう勉強がね、いや、良かったんじゃないかなと思うんですね。スパイス香るビーフカレーパンですね。昔カレーパンめちゃめちゃ食べてたんで、これもなんか紹介されたらしいです。そういうことね。スパイス香るっていうのはそういうの。で、突っ込みたかったのは、クライマットだね。クライマットが出てきて、クライメート、クライメートって覚えてたんだよね。ちゃんとジーニアス弾けば、発音注意って出てますから、クライメートじゃない、クライマットなんてやつ。まあ、ATE ね、名刺の時は、なんかメインチャンネルみたいだな。名刺の時は、アットになる時とエイトになる時両方あったりするんですが、まあ、基本アットで。名詞の時、形容詞の場合は、アットのことはほぼ間違いないけど、動詞の時に8ですからね、ATE は。あと、突っ込みたいなと思ったのは、シェイドの訳？単語カードが出てくるんですけど、シェイドはね、影の感じ、そっちじゃなくて、こっちの影の方がいいですよ。その方が応用が効くと思う。どちらかというと、輪郭がはっきりしてる方はシャドウなんで、っていうのをちょっと突っ込みたかった。多分単語帳だと影ってあっちので出てんのかな、わかんないです、ちょっと。あっ！って思いましたけど。
っちの方がいいよ、まあ、絶対間違いってわけじゃないけど、でまあね、様々なね名言も飛び出しましたからね、あらゆる角度から本質を捉えるんだっていうのね、まあもちろんあの知識も必要ですからね、全く知識はいらないんじゃないの東大ってとかって勘違いしないでくださいね。現にあの東大の過去問から出題するって言った時に、東大専科側のね水野が選んだ方の問題っていうのはその考えて解く問題でしたけど、もう一方の先生が選んでた問題っていうのは知識を結構使う問題だったわけですから、理事長がねそっちを選んでいたら東大専科は負けていたわけですね。あの理事長もね、性格いいんだか悪いんだかわかんない謎なキャラですよね。なんかヒールに徹しないっていうか、勉強だけじゃダメみたいな。悪いキャラでこう出てくるんだけど、言ってることは結構ね、いいこと言ったりしますよね。勉強重視じゃない先生ですからね。なんか面白かったのは、勉強ばっかりしてると人をバカにして心を蝕むのっていうね。藤井理系でトップの、今回の敵となっていた藤井っていうのが、まあ、すごい悪役で性格が悪いっていうね、感じだったんで、面白いなと思いましたけど。ドラもちいちご&ミルク。ドラ焼き、いちごミルクになってるんですね。多分これはジョブチューンに出ましたってついてなかったと思いますね。ただなんか、うまそうと思って買いました。うん。全くあんこが入ってないから不思議な感じ。まあまあ美味しいですね。どら焼きで包む意味って思ったけど。さあ、でこれからどうなっていくんですかね。まあ結構いわゆる勉強法に振ったわけじゃないですか。第3話から。どうでした？面白かったんですかね。そのドラマ要素としては今回は戦わせるっていうやつで。昔の教え子だったどっかの企業の人出てこなかったですね、結局。今回は勉強側でしたね。来週どうなるのか楽しみですね。俳優さんたちみんななんかスタサポの CM とか出たら面白いんですけどね。あ、キリタニミレイだから無理か。長澤まさみ出たらダメか。一番目のでもスポンサークモン入ってたからびっくりしたんですよね。スタサポ出てくるのにクモンスポンサー入ってんだと思って。年代が違うからいいのかな。で10時からね、当時の林先生の初耳学だし、実は利権が渦巻いているあの時間帯ちょっとそういう風にも見ちゃったりするんですけど、はい、そういった形でした。はい、皆さんはどう思われましたか？ぜひコメント欄でお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.